皆さんこんにちは。ルネサス問い合わせ窓口です。この動画は4話連続の中の4話目です。前回はいろいろな条件を指定して、より詳しくパラメトリック検索をしてみました。今回は別の条件で検索してみましょう。すべてを戻すボタンを押すと、今まで設定した検索条件をすべて解除できるのですが、 一つ前に戻すボタンを押すと直前に設定した検索条件だけが解除されます最後に選択した1 0ビット AD の検索条件だけ緑色からグレーになりましたこの状態で8ビット AD7 本以上左のつまみを7の位置まで移動してみます 画面下の製品一覧を確認してみましょう。今度は RL78 ファミリーの RL78G14 シリーズの製品が表示されました。製品名をクリックすると製品概要など詳細な情報が確認できるので、こちらを参考にしながらご購入を検討してください。あ、RL78G14 シリーズは Y ボタンが表示されている製品がないようです。ウェブから直接購入することができませんね。この場合は、黄色のコンタクトボタンを押して、特約店、取扱店までご相談ください。以上、パラメトリック検索の使い方でした。